西田愛です。さあ今夜も読み聞かせの時間がやってきました。今日は日本昔話の中から一寸法師です。まあ一寸法師といったらもうこういうね絵を見たらわかりますけど、お椀の中に入るぐらいちっちゃいちっちゃい一寸法師の冒険の話だったような記憶があるけど、またちょっと改めて読んでみてもしかしたら印象が変わるかもしれないかな。皆さんも童心に帰って聞いてね。では行ってみましょう。昔ある村に仲のいい夫婦がいました。ただ一つ寂しいのは子供がいないことでした。二人は毎日神様に祈りました。どうか子供を授けてください。どんな子でも可愛がって育てます。やがて願いが叶って赤ん坊が生まれました。指のように小さな可愛い男の子でした。二人はその男の子に一寸法師と名前をつけ大事に育てました。しかしいつまでたっても一寸法師は大きくなりません。村の子供たちは一寸法師をからかいました。いやーい、うろうろしてると犬に踏みつぶされるぞ。でも一寸法師は平気です。ニコニコして犬の体によじ登ると耳を撫でてやっておとなしくさせてしまいます。ある日一寸法師はお父さんとお母さんに頼みました。僕を都へ行かせてください。立派な人になってきます。お父さんはうなずきました。よし、行っておいで。でも小さなお前には都は遠すぎますよ。心配するお母さんに一寸法師は笑って言います。お椀の船に箸の買いで川を行けば大丈夫。針の彼方を腰に刺し一寸法師はお椀の船に乗り込みます。気をつけるんですよ。お父さんとお母さんに見送られて一寸法師は元気に出発しました。夜は川岸の草にお椀の船をつないで眠り、何日も何日も船をこいで一寸法師は都を目指しました。とうとう都に着きました。立派な橋の上を大勢の人が歩いています。わあ、ずいぶんにぎやかだな。一寸法師はやってきた男の人に大声で尋ねました。都で大きなお屋敷はどこですか？そりゃ大臣の屋敷さ。男の人は一寸法師に気づかずキョロキョロしています。こうして一寸法師はお屋敷にたどり着きました。お頼み申します。座敷から大臣が出てきました。どうか家来にしてください。いろいろなことを学んで立派な人になりたいんです。足元で見上げている小さな男の子に大臣はびっくり。その時、じっとしてと言って一寸法師は大臣の首に這う虫を叩き落としました。おお、よく気が利く。大臣は喜んで
一寸法師を家来にしました。一寸法師は部屋の掃除や犬に乗ってお使いをしてよく働きました。カルタの相手をしておくれ。屋敷の姫は一寸法師が大のお気に入りです。ある日、姫は観音様にお参りに出かけました。一寸法師もお供をします。お参りを済ませて石段を降りてきた時です。急に風が吹いてきました。あれを見ろ、家来たちが叫びました。なんと口が耳まで裂けた恐ろしい鬼が2匹現れたのです。これは綺麗な姫じゃ、さらっていこう。お供の家来たちは悲鳴を上げて逃げ出しました。姫は恐ろしくて動くこともできません。一寸法師はただ一人姫を守って立ち向かいます。豆粒ほどの体で生意気な。鬼は一寸法師をひょいっと口の中に放り込みました。一寸法師は針の刀で口の中をチクリチクリ。あいたたたたたた。慌てて鬼は一寸法師を吐き出します。その勢いで一寸法師はもう一匹の鬼の顔に飛びつくと、針で目をチク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 。ギャー、これはたまらん。鬼は口を押さえ目をこすりながら逃げていきました。姫、もう大丈夫ですよ。そばに鬼が忘れていった小槌が落ちています。なんだろう、これは鬼が持っているという何でも願いが叶う打ち出の小槌に違いないわ。姫は小槌を手に一寸法師に尋ねました。お前の願いは何？一寸法師はしばらく考えていましたが、やがてにっこりして答えました。私を大きくしてください。姫もにっこりしました。では小槌に頼みましょう。大きく大きくなれ。姫が打ち出の小槌を振ると、不思議なことに一寸法師はみるみる大きくなっていきます。気がつくと姫の前に立派な若者が立っていました。一寸法師はみんなに慕われる立派な人になって、お父さんとお母さんを都に呼び寄せました。そしていつまでも幸せに暮らしました、というお話でした。一寸法師、知らなかった。一寸法師にも鬼が出てくるんですね。そしていいお話だね。勇敢なブレイブなボーイのワンダフォーストーリーですね。素晴らしい。ぜひ、お子さんに、お孫さんにこの動画を見せてあげてください。アダルトな皆さんは童心に帰ってもらえたらと思います。では、今夜もゆっくりおやすみください。